お願いします。はい、今ね、ひなのちゃんが練習してくれた、スピン、クライム、逆上がり、こういう一つ一つの積み木だと思ってもらっていいのね。その積み木を組み合わせると形ができるでしょ。そうするとそれが一個の曲で踊るっていうことになるから、一個一個の技イコール積み木をたくさん集めていこうね。Thank you.
はい、ポールダンスには大きく分けて2つのカテゴリーがあると思っていて、1つは足が何度開いて、何分キープできたら何点っていうようなスポーツ的な要素がある大会と、もう1つは芸術の高さを競うような分かりやすく言うとバレエのコンクールみたいな大会、こんな感じかな。まずみんな最初から大会を目指してくる子ももちろんいると思うんだけれども、最初は興味でやってみたいって趣味でやられている方がどん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 興味が大きくなって大会を目指す方がいるのと、あとはね、もともと新体操、あとバレエ、機械体操とかやってきた子で、あ、なんか新しいことに挑戦したいって思ってポールに来てくれる方もいます。うん、これなんだけど、まずは自分が表現したいものに対してこの衣装がいいな、この音楽がいいなっていう風に決めていく、これが基本だと思うんだけれども、衣装が先でも音楽が先でもどっちでも大丈夫だと思うけど、自分の何て言うのかな、表現したいことっていうのが一番大切かなって思ってます。